さあ時間です。低い当たり、しかし右をこじ入れて出るのが大の里です。熱海富士回り込んだ、どうか、うん、回し打ちが出、軍配は大の里。右を刺して、まあ、左の上手よりも右を刺すという。そうですね。で腰引かないでこう、うん、腰をこういやらしいですよね、うん、ちょっと高いんですけど、だんだん熱海富士の腰上がっちゃうじゃないですか。だから攻めれないし、ああいうふうに体をこう やられると上手投げとか下手投げの、ね、タイミングが取りにくいんですよ、うん、しそうでしないです。おっと、ったしかし這い出せない大野里、出ていく大野里、落ち着いていました。そうですね、まあ、しっかりこう落ち着いてますね、はい、相手が動いてくるんですけども、うん、しっかり見て圧力をかけてですね、もう落ち着いて、さあ決めた大野里、押していく、お競技は大野里、強さを見せました、うん、大野里3連勝。はい、立ち合いここで当たります、うん、ここで一回ストップしてください、続いてください、ここですね、ここでしっかり足を出してはたかれるんですけどもストップです。うん、ここも行ってください。でしっかり最後まで膝を、うん、曲がったまま寄り切りですね、はい、はい、力が効率ですね、バチありますから、強烈な突き押しを持っています大栄翔、下から右の土台から起こしていこうと大栄翔、当てがって前に出てくる大野里、軍配大野里です。立ち合いはね、まあ、大栄翔の形だったと思いますけど、その後のこの攻めが良かったですね。うん、やっぱもう右が入ってからのこの攻めの速い、ここまで勝ちっぱなし力士はいないで、いない状況、のど輪で上げていく隆の勝ですが、大野里が前に出る、右が差し去って左の肩、そのまま押し出しました、大野里勝って、立ち合いしっかりね、隆の勝当たって右に伸ばしましたけど、伸ばした手をしっかりすぐこう肘からね、当てがって形作りいきましたよね。決してこう大野里膝が曲がってるわけではないんですけど、下から見上げるように大野里、正代がゆっくりと腰を下ろしました。始まった、強い圧力で大野里が一気に前に出ました、圧勝でした大野里。もろ手でついて体を起こしていきました大野里、突き出しですかね、ペンを使ってじゃあ解説を、じゃあ今日初めてのタッチペン解説、それでは中村親方、はい、お願いいたします。タッチペン解説、6戦全勝の大野里、24歳同士、前回し取りました、大野里が出ました、7連勝、しかも回しを取る位置というところで、やはり外側から、外側で行く、本当ですね、前回しではなかったですね、外側で行ったから顎が上がっちゃったんですよ。で当たりも強いので顎が当たってますよね、はい、当たりがちょっと高かったですね、はい、今日は平戸が外側から行くから高くなる、過去は一度対戦御嶽海が勝っています。落としていく、左が入りました、そのまま出ていきました、軍配は大野里、面白いプレー、前に出てる相撲が非常にいいですよね、うん、いいですね。で土俵際もね、本当は回し取りたいんですけど、体はね、この勢いでね、最後も表手で押し切りましたよね、はい、もうこれは完全にね、大関取りへ向けてあと5勝カウントダウンに入った大野里、ぶつかっていった、大野里は前に出る、大野里の圧力、大野里取りました、これで9連勝、
今日も強かった大野里、若元春を寄せつけませんでした。いけないというふうに嵐親方は若元春に対して言っていましたが、まあ、当たってるんだけど、大野里の焦りが強いですね。その、上半身だけじゃなくてその下半身から押していくんですね、大野里。はい、本当に足のさばきよく動いてますよね。そうですね、だんだん相撲が良くなってきてますね。ものすごい圧力でした。コメント欄も強い、すごい、チーターのようだ、素晴らしいというコメントがたくさん来ています。その前に出ろ出ろっていう気持ちがやっぱり出てますね、はい、霧島です。立ち上がって変わった、霧島変わりました。右を差して出てくる大野里、出足乗り切り、10連勝です大野里。立ち合いの変化にも動じませんでした大野里。それではもう一度リプレイで、ここ立ち合い左に変わった霧島、ね、ただこの足が良かったんですね。そして右を差した霧島はね、もう大野里にかなわないっていう感じで言ってますよ今日はね。ああ、そうでしたか。ですから一か八かで左にこう変わっていったんですよね。踏み込んでの琴勝峰、少し出ていく大野里。大野里が押し出しました。こちら一瞬は琴勝峰踏み込みました。しかしここから反撃、そしてこのいなしですが、琴勝峰の右足が先に蛇の目の砂についていたということで、ここで右が覗いたからですね、はい、うん、右が覗いたんです。軍配一輪を返しました。一気に攻め込んでもろ差し、これは苦しくなった大野里、逆襲、勝ったのは若隆景、大野里止まりました。最後ですね、若隆景に こっちも結構多いんですけどね、ここ も、ね、ここもそうですか。ここの後の巻き落とし、これよく残ったんですね。よく残りました。さすがですね、ここの足腰、足一本で残ったのね、うん、ここがちょっと強引かなって腹を突きつけましたが、うん、まあちょっとあんだけね残されたんだけど、まあ、体勢崩れてるんでね、出れると思ったんでしょうね。ああ、なるほどね、右が入った、右四つだ、動き止まった、胸が合う、どうか向こう側、琴桜はまわしを引けてるかどうか、左をつける大野里、上手投げ残す、今度は大野里をつけて前に出る、引いた琴桜、土俵際どうだ、軍配琴桜、物言いです。はい、あ、これ土俵際ですね。土俵際見てみましょう。これ大野里つま先残っています、左で、あ、琴桜の左の足と向こう側大野里の右足がどうか。そうですね、先に拳を下ろします。大野里、あ、固めていった、先ほどと同じ立ち合い、前に出る大野里、上手を引きつけた、乗り切り、大野里の勝ち、地でしたか。いや、先ほどより踏み込んでますね。踏み込んでますか。そして右が入りましたね、得意の、そうですね、右が入って左をつけて前に出ると、あ、2番目の相撲は完勝ですね。琴桜に何もさせませんでしたね。何もさせませんでした、上手も浅い、これ立ち合い1回突っかけたのがありました。で、両手でいきましたね。立ち合い今場所豊昇龍高いんですよ。これをタッチペンできますか、もしあれだったら。
し、阿炎の勝ち。大の里千秋楽は黒星です。今日はどうしちゃったんですかね。ここ足がどうぞスタートします。ここが中途半端ですね。ここの距離珍しいですね。ちょっと表彰状支配大の里大輝右は令和6年9月場所において成績優秀により試合にその名を刻し南区名誉を表彰する。令和6年9月22日公益財団法人日本相撲協会。支配並びに表彰状が八角理事長より授与されました。